豊臣秀吉と黒田官兵衛は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将であり、親友であり軍師でした。黒田官兵衛は毛利家に仕える鉄砲の名手で、秀吉は彼の才能を乱して重用しました。黒田官兵衛は秀吉の天下統一や朝鮮出兵において多くの功績を挙げましたが、関ヶ原の戦いでは毛利家と敵対することになりました。秀吉の死後、黒田官兵衛は豊臣家を守ろうとしましたが、徳川家康に敗れて浪人となりました。後に京都で禅僧として余生を送りました。黒田官兵衛の武勇と忠誠心は、日本史において高く評価されています。